しゃいませ。いらっしゃいませ。どうも。いらっしゃいませ。どうも。もう何の話したっけ。いつもので大丈夫ですか。え、あ、いつもの、いつものね。あ、僕はいいです、今日は。すいません、持ち込んじゃいました。いいです。持ち込みが普通になってしまっている。すいません。なんだよ、このジョブスは、ほんまに。ありがとうございます。ジョブス、IT。IT。ちょっとね、仕事が決まっちゃって。言ってたよね、もう。言ってた、言ってた。そうなんですよ。もうちょっとこっちかな。大こっちってどういうこと。あー、オッケー。はいはい。そうなんですよ、だからね、もうごめんなさいね。何もごめんなさいって。腹立つわ、一線を画している、もう。何、それは何、職が決まったってこと。はい。あら、え、この間まであのティッシュ配りしてた。マクドで。マクドで。とティッシュクラブ。マクドとティッシュ配り。何、はい、そんなにカーン行った。カーン行きましたね。うわ、腹立つわ。何もこの、まあまあけど、これは岩はな。そうですよね。まあね、まあね。これはもう、せちがらい世の中ですからね。そうです、そうです、そうです。職があっただけでも。そうなんです、ありがとうございます。なんだ、この人生の波を。もうでも、アップアップですよ、もう。ああ、そう。はいはいはい、もう社長ですからね。社長、社長なの。社長ですよ。友人と、まあ、起業したっていうか。なんだ、それ。まあまあ、おめでとう、おめでとう。ありがとう。え、社長やろに、それない。社長はほら、仕事が大変だからさ、お酒とか飲んでられないのよ。何の仕事なんですか。 IT です。あら、やっぱ IT なんですね。まあ僕は企画だけどね。うわ、全部上から、全部上から。ざっくり言って何してるんですか。ん、ざっくり言って何してるんですか。なんか相談役みたいな。いや、そうね。いつ、なんかぼやっとしとんな。相変わらず、説明がぼやっとしてるよね。ぼやっとしとんな。まあ、厳密に言うと、友達が起業したんですよ。友人がね、ほんで、まあ、フラフラしてんやったら、ちょっと手伝ってくれへん。乗っかっただけ。乗っかっただけで、社長。当たり、社長じゃないですよ、ごめんなさい。もう役員ですよ。あら。それ。まあ、だって、でも、正直言うと、こう今乗っからない以外である、そんな話。いや、就職もないのよ。そうですけど、だから何やってるんですか。もう一回同じことばっかり聞いて、ごめんなさい、国会みたいな聞き方してますけど、何をやってるんですか。まあ、電話取ったり。ありがたいよ。えらい変わったな。テレアポやん。テレアポじゃないですよ、ありがとうございます。テレアポじゃないですよ。テレアポやんね、そんな。何も。何相談役って、テレアポ。大丈夫。電話で相談受けるのが IT か。アポじゃないよ。アポじゃないよ。アポってこれ。何それ。まあ、電話取ったり、打ち合わせに参加したり、社長の相談に乗ったり。いや、だからどういう企業から何を頼まれてるの。ごめんね、なんか IT だね、詰めていく感じで言うて。ごめんね、なんかいまいちぼやっとしてるな。いや、気になるわな。いや、僕もよくわかんないんだけど、一人で不安だったんじゃない。よくわかんないことはないでしょ。どういう企業から声かけられて。 IT ですよ。 IT なんですけど、システム。もうなんか腹立つ。がどん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 背中向いていってるよね。全然俺と目合わせてくれへんようになってるし。そんなことないですよ。そんなことないですよ。いや、でもちゃんと職にはつけた。そうなんで職にはつけたんでよかったですよ。言うけど、なんかぼやっとしとんな。何してるかよくわかんないんですよ、実はね。あ、でもガッポガッポだ。ガッポじゃないけど、まあ、そこの企業が儲かってるんだよ、ね。クライアントはどこなの。クライアントセガとかよ。セガ。もうセガか。セガです。セガ。セガ、あのセガ。セガのセガです。セガみたいな。セガみたいな。何それ。そんなあったっけ。なかった。セガの。セガ。大丈夫かな、あのセガかな。あのセガ。うちらが思ってるセガかな。いや、そうでしょう。いや、セガです、セガです。あの、ゲームね。のセガのおっさんが自分家来て、うん、自分家じゃない、うちの企業来 て、そうで、何の話するだ。次のゲームはこういう感じでいきましょうとか、ほら企画よ、企画会議、企画会議、企画会議、ね、そうよ。うちの社長がそうヒットを何個か飛ばしたみたいよ、どうも。おっ、分かんないよ。人気だからもうゲーム会社や。
そう、どっちにするするとかじゃないからさ、するとかじゃないからさ、それでなんか詰めてってるみたいな感じじゃない。でもほら、そのゲームも今はほら任天堂とかセガとかね、昔みたいなそういうそのテレビで売るんではなく、もう今やね、ネットの時代ですから。なんだ今日は波乱万丈な予感が。ネットの時代ですから、あのゲームもスマホとかね、オンラインとか、そういうシステムがもう大事なわけですよ。プログラムだけじゃなくて、ありとあらゆる覚えてることを言ってくる。失礼だ君は。失礼だな。あ、そうですか。そうです。いやもうちゃんと仕事してるよ。仕事してるよ。ちゃんと仕事してて、あ、そんなもできるんやと思いたいから、なんかいろいろ聞いてるだけなの。それはできないよね。それはできない。できないよ。まあだから、まあごめん。それはだからさ、雑用だよね。雑用、うん、社長がね、ゲーム会社の雑用っていうことに なりましたけど、いいですか。いいです、それでいいです。社長が社長って言ってありましたよね。社長、初めに社長って言ってましたよ。社長待遇、社長待遇、社長役員なの。役員そんな大きい会社じゃないので、ほんまツイッターやったら荒れてるよ、あなた。ばっかりつくわ言うて、この人嘘なの。聞いてないよ。ひどいよ。スキージョブとか言うから、芸歴いつだったら一番突っ込まれるよ今。まあほら、ひどいわ。 そうですね。ああ、そうそうそう。まあでも儲かってんねやったらね。そう、会社は儲かってるよ。すごい儲かって、だからまあ儲かってそうやもん、なんか。そうです。なんか IT なんか違うもんね。なんか違う。そうですよ。なだいぶ環境も変わったの、生活環境。俺は毎日朝から夕方まで会社行ってますから、不定期で働きたい時は働くとかじゃないですからね。意外になんか IT とか言ってる割には朝から夕方まできっちりしたなんか昔からの会社っぽい流れだよね。だって僕は雑用ですから。せい雑用だからせい。もう動揺が隠しきられへん。お前母はお前嘘ついてるな。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫大丈夫じゃない。今度の仕事は大丈夫か。ぐらつきが半端ない。大丈夫、もうグラグラしてる。グラグラ、大丈夫大丈夫大丈夫。ああ、そう、大丈夫。なるほどね。やればできるよ。やればできますよ。その雑用ぐらいやればできますよ、それ。じゃあもうゲームとかもちゃんとこう調べてやってるわけやな。まあそこはさ、まあね、得意不得意あるじゃない。何の話をしてる。得意不得意あるじゃないって言われてる。何、不得意なところに就職しちゃったの。まあほら、見るに見かねてさ、声かけてくれた的なところがあるからさ。ああ、同情して。そう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 、まあそんなふらふらと何をしとるんだって。そう、お前どうやねんと。ちょっとそれやったらうちでちょっと働くかみたいなこと言われて、まあ、ビョンってこう乗ったわけですよ。それは社長。社長はさ、社長と友達っていうのが省略したってことじゃない。そうだよね。まあちょっと飛び越えてるところは。荒れるわ、ツイッター荒れるわ、ツイッター荒れるわ。なんか嘘つきやもん、完全に。なんだ。そなんだ。社長と友達。なんか社長と友達っていう言葉もなんかね。なんでよ。怪しいよ。だってそうだもん、同級生だ。同級生だ。うん。なんか潤った感じの。詐欺師になったわけじゃないよね。え、そっち。大丈夫。そっちなの。大丈夫。なんか投資の話があるんだみたいなことじゃないよね、今の。今の俺のトークで騙される人がいるか。おらんやろ。ってことは嘘ってことやんけ。だから投資とかじゃないんですよ。あ、じゃない。うん、真っ当に働いてます。でもまあ生きる企業というかね、もうあの有料企業ですから安心ですよ。もう今じゃあもう常に週末とかも潤った感じ。社長の非常的なスタンスにいるってことですか。そうです。で、結構大きな企業なんですよ。まあ大きくない。いっぱい人数いっぱいある。大きくはないんですよ。でもまあ儲かってます。腹立つわ、もうこの上。どうも経歴詐称の匂いがして、なんかもううさんくささがプンプンしてるの。まあ世の中経歴詐称なんてもありますからね。怖。
大丈夫か福袋謎に見つけますか、ね、福袋怖いな福袋も、うん、謎だらけですから世の中ザキヤマさんだってあれでしょザキヤマさんはザキヤマって誰ザキヤマじゃなかったっけザキヤマですけどザキヤマさんえ今言ってませんあの濁点余計言ってません言ってません濁ってたよ言ってません言ってません大丈夫か崎山さんはだってほらもともとヤバい企業じゃないヤバくないねもうなんでこっちにお鉢が回ってくるわけもいやいやあなたたち二人はだいぶ怪しいぞって怪しくない僕は怪しくないでしょでも崎山さんとか怪しいんじゃなくて怪しくはないよ、うん、確実にそっち自回りじゃない自回りじゃない自回りって言ってませんでした自回りじゃない営業回りです回り外回りですよなんで外回りってお金もらうよずっと言ったよなんかお外回りしてお金回るのは自回りって言うんですよもうみんなで潰し合うのやめようもういや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 本当にいやいやいや大臣育てていこうよ何をですかなんか色々と何を大臣育てるのよ色々とさいやいや大臣に言ったらいいと思いますよそうですねごめんなさいごめんなさい安定の磨くださんはねそらそら磨くださんはだって2代目でしたよねえ違いますよ僕入ったっあそっかそっかそっか違う社長でも何でもないですみんな大丈夫いや久しぶりに会うから忘れちゃうんだよねねえ、うん、なんかこの間なんか爆発したって聞いてるけど足がさうんほんまやほんまや怖かったよ磨くださんからさ、うん、ああもう飲んでたらね、うん、ここのお店でな飲んでたら、うんうん、爆発したらしいでって爆発したって何ってそれも理由が分からずでしょ分からなかったただの呪いですよねだから お払いとかがいるんですって何も役年終わったんちゃう全然終わってますよそんなもん役あと役も終わってますよだからお払いとかがいるんですっての意味も分からないいやだから知らんやん呪われてる前提ですよ、ね、したらええやん勝手にじゃ呪いとかいるんだしたらええやん俺らはせんでええよ別にあそうえ、っていうか皆さんお祓いとか行ったんですか厄年の時僕ちょうど今年前役なんですよ数えですよねあれ僕翻訳なんですええー、ですよね僕の1個上ですもんねうわ皆さんお祓いとかって行かはったんですか僕はもう5年行きましたよ5年5年か5年って爆発したんやろだから終わってるから意味がないってことや意味がないってこといやいやでもその時うーんまあそうだねいやでもね行っといたどっちで行くもうねもうねもうねそこは人格がもうお祓いに関してはちょっとほら僕も自信がなくてねだからといって無事だったかと言われるといやそうでもなかったっていうことなんですよ僕もねまあでもポジティブに考えるならそれお祓い行ってなかったらもう命ないぐらいの勢いかもしれないですしねうんそうですそうですだから、ね、男の翻訳で一番きついのは40代42以下だから数えで42やから万で言ったら41歳がもうガツンとガツンと値そうなんですよ値来るよ三角田さんはお払いとか行くつもりなんですかなんかほらでもさそうやなややこしい話をしだしたな別に興味はあるんですけど役を落としたらっていう話だねそうそうそうその話をしようとしたんですけど、ね、なかなかねね、ややこしいあれです、ね、ややこしいなと思って今言ういやいやでも落とした方がいいんじゃないですかそうですね呪いで足が爆発するような人がいますから、ね、だからそれを落としたから でもなってるからね、うん、なんとも言えないそれは意味ないやんかでも今はもうやっと終わってるからどんな感じでお払われるんやろうっていうのにはすごい興味があるからあ払われ方方なんか、その儀式そのものってことですかはいはいはいだからそれはちょっと行ってみたいかなっていうのはありますけどえもうじゃあそういうところにいてこういう感じでっていうことそういうことなんでしょまあそうですよねお笑いですよね、はい、いかはらないですかいやうちいかはらへんかってえらい目に遭うたからあそうなもうね全部嫌なことは全部来たよ健康とかお金とかもなんやもう嫌なことがこうわーっとわーって来ていくつの時だから3いくつや女の翻訳で30いくつやねんなあでもそれぐらいでしたねそうそう、ね、ほんでその時に来てほんであこれはあかんとほんでお払いも行かなって言うてたらお払い行くのと同じぐらい効力があるのが、うん、7色のパンツつけとったらええいや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 あよかったいやいやいやそん
なんだってもう違うだってどう考えてもごくごく近年の風習でしょ。違う7色のパンツって言ってたけど、うん、7色のパンツで探すの大変やんって言うたら、うん、そう7色俺その話聞いたな一回ちょほんまやねんって、うん、だから7色のパンツを探すの大変やからじゃあどうしたらいいねんって言ったら、うん、7色のものを持ってたらええって言うから、うん、それは合計で7色になればいいんですか、それとも1個のまで7色入ってるものを持っとかんとダメなんですか。いやだからうちも真剣に悩んでさ、はい、パンツで7色って全部のレインボーのパンツを探さなあかんのかって思うやん。ですよね。ほんならさすがにそのパンツを探すの大変やから、うん、じゃあ7色ので言うたらだからそれで組紐とかでさよくあほんまや7色のがあんねん、うん、まあ、そういうまで信じてなかったやろ、うん、わいわいというか初めになんでパンツが出てきたんかいまいちよくわかんないですよ、ね、それを聞いたんやって、うん、それを聞いてあ聞いたことありますよ。それはだから7色は持ってた方がいいって、うんそうですね、まあ、7色は分かりましたけどそれがパンツになったのはごくごく近年やと思いますよ。多分だってパンツなんか日本人履くようになったら割と近年ですから、ね、だからずっと四六時中つけてるっていう意味やと思う。なるほど、そう、あなるほど、そのなんかキーホルダー肌身離さず持っとくっていうあれですね。なるほどなるほど、そうそう、パンツは売ってないよね。まあ、でももしかしたら今なんかそういう開運パンツみたいななんかどっかあるかもわかんないですよ。七色やね。すごいやん、あのパンツの裏側に開くって書いてある。だいぶ下品になりましたけど大丈夫ですか。いやいや開運だもんだって開くって書いてある。すごい開くって書いてる。開く開くって書いてて、ここら辺にうんって書いてある。それに開運、開運、開運ね。それ作ったね。新たなビジネス。新たなビジネス。新しいビジネス。もう出てますよ、そら。ね、なんかね、ありそうやよね。でもなんかせっかくやからググってみたろ。いやだって聞いたよ。開運のパンツ。開運のパンツ。開運というかだから要は。あれでしょ、なんか厄除けにならなあかんわけでしょ、うん、そうだからレインボーがいいのよ。レインボーレインボーがいいのよ。レインボーレインボーがね。でも一発お払いいったらさ、うん、もういいと思いますよ。あんた5発いったやろ。まあいやだから年に年一よ、年一よ。え年一って前役後役翻訳後役ですやん。もう礼参りもう一年いくんですやん、うん、で僕1年1月生まれやから2月から前か2月から後かの誕生日によって役の年がちょっと微妙にその神社とかによって違うんですよ、うんうんうん、どっちも行けるように、うんうん、やあと役終わってから2年行ったんですよ。また念押しで、うんうん、5年ごめんあのビビリですはいはいはい、確かに確かに確かに、うん、そういう 目に見えないものに関して根性ないですよね。すごいんですよ、ナーバス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 というか足は大丈夫やった。足だからもう本当お祓い行こうと思ってますよ。もうだって原因が分かんないんだよ。あらじをつっといたもん。いや怖い怖い、そんなやめてやめて、もう今も穴開いてるからね。どういうこと？だからちょっとなんかポツってなって、そこからなんか菌が入って足がもうパンパンに膨れ上がったんですよ、うん、ほんでそこをまず病院って切開したんですよ。その真ん中を切ったわけ、うん、で中の海を全部吸い出して、うん、だから中がね空洞になってるんですよ。あ、海がこういうへこみが中が貯金できるやん。そうやん、貯金が金やからうまいこと言うな。貯金の金は金や、うん、ほんで金がね取ったらね、皮膚がこうあったらここ、うん、空洞が開いてると、はいはい、で空洞が開いたままね上の皮膚は閉じちゃうわけよ。傷だけで治っちゃうから、これ空洞開いたままになるやん。すごいよ。ほならここにまだ菌が溜まったらまたここがもうワン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 腫れていきよるから、うん、ここ開けとかなあかん穴は。え、ずっと穴ぼこ状態な。こここうなって、この空洞が縦かなんか入れとけ。いやいや怖いこと言うな。
これが肉が内側から盛り上がってこうなって最終的に表面がこう閉じるっていうのが理想的だというわけ。ほんならこうもうこうなるなろうとするからここにさストローみたいなバー刺してさ、すごい。ここの海が出たらそれがストローから出るように、そして小籠包のそう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 なんですよ、汁のすすり方のやつや、そうそう食べられへんや小籠包グイーや、グイー好きやのに。いや俺も好き。ほんで2日ぐらいこっからストローが出た状態のままやったんですよ。え、出んのそっから？出ない出ない、海は出ないけど、あのまあでもこっからなんか消毒液入れてゴボゴボみたいな洗ったりもしてましたよ2、3日ね。でまあそれは取ったんですけど、まだ結局今も2、3週間ぐらい経つけど、まだ今ここが埋まってないからここ開いたまま。で毎日風呂場でそこに注射器入れて洗う。あのストローかな？自分で？そう。え、ストローはずっと？ストローはもう取った取った。でも穴わかるから穴にあの注射器の針がない状態をブスって。でまあ、お湯っていうか水でいいっていうから、それをギューってやったらボコボコボコって溢れてくるじゃないですか。まあ、それじゃあどれ正味の大きさはこれくらい？穴、うん、穴はちっちゃいちっちゃいちっちゃい。違う違う違う、中は中わからへん。でも結構深いって言ってたな。で今それをやってるんですよ夜。なるほど、気持ち悪っ聞くだけ聞いてもう怖いんですよ。で痛いしね。お湯入れるときはねそんな痛くないんですよ実は、うん、なんかでもやっぱり傷があるからやっぱ当たるともちろん痛いし、痛い歩いても痛いし、結構それが続いてる今も。だからほらその年末にもさ、はい、1回やったんでしょ。なんか足が えらいことがあったの。なりましたなりました。そうなんです。1回年末も1回なったんですよ、うんうん、それ左足逆なんでしょ。逆なんです。え、左右いやそんなに多くなんで左右いや実はダブルポケットや。そうダブルポケットよ。で左はもう埋まって、パテでパテじゃないパテじゃないあのうん埋まったの。エアコン用のパテですそんなんで重たない。だエアコンのさ、あの管をさ壁に通す時のパテってパテあるある、あるやん、うん、ガムみたいなやつでしょ。あれってずっと柔らかいよな。まあいいや触ったことないわ。あれずっと柔らかい。そうやん。え、ずっと柔らかい。あれすごい。あれ粘土みたいでずっと柔らかい。柔らかい。あれこうやって取れるんですよ。うっせやん。あれすごい。そうだ。ほら、すごいやん。飛び職が、うん。飛び職、妖精がね。妖精という名の飛び職が。ああ、そう。ロビンソンさんが、お祓いは一度も行ったことない、はい、マジっすか。いや、普通ないでしょ。嘘やん。僕役年とかあるでしょうよ。まあ、ロビンソンさんまで役になってる。まあ、そんなにわざわざ行かへんよね。前だからほらそれじゃない時も、うん、それはその神社とかじゃないけど、うん、まあお寺の天さんにお祓いしてもらったことありますよ。あまりにひどい時だって。あ、なんか言った言ってたでしょ、うんうん、それはもうごまき炊いたりこう俺の目の前で火がゴワーなって部屋でですよ。部屋で和室で自分家ではなく、じゃあお寺でごわーごまき焼いて俺こうなんかこうしてるわけよ、うん、でなんかお経かなんか唱えてわしゃわしゃやってくれはって40分ぐらい、ほんで終わって払いました、うん、2人いたんですけど、うん、ついてたと、うん、初めの木あの、うんうん、木さんでは、うん、でも実際やってみたら3人いましたうん、木さんでは2人女と思ってたら、やってたら3人でって言われたことがありましたね。ずっと3人おったんです。ずっとっていうか、なんかいつからかその中の2人は結ばれましたあ、そんなややこしい関係なんてここでもできてたりこっちで出来上がりました
ほらここの千葉県下がもうこんなややこしいことになって、ただもうただこっちはあのいないんで残ります。残るのかよ、三人とも行ってよ。うわーもう切ないね、切ない。いや俺が切ないわそんな。もう一人つけてもらわないとこっちはちょっと成就できないです。まあそうだよね、それは不公平だからね。見えるんやね。まあわかんないですよ、その方はそういう力があったんでしょうね。全然僕はわかんないですけど。え、そんなんでなんぼすんの。そうや、それは気になったわ。それはまあなんていうんですか、決まってないでしょうけれども、うん、まあそれ5万円。だってさ、それはさ、まあしょうがない。いやいやいや、見たる見たる、5万、5万、5万やろ、5万、見たる、な、見たる、見たる。そうだ、成仏させられるの。いやいや、とりあえず一緒に喋ったらええやろ。お前、肩もんだるわ、俺やったら。俺の余計、いや、気持ちよくなるぜ、肩もられた方が気持ちええんちゃうか。5万やったら、こんなもんな。まあ、お支払いしましたね、その時は。いや春郎さんから5万支払ったって話は二度聞いたことある人の一つやろ。これ違う。いやいや、もう一個目はちょっとここじゃ言われへんけど。違う違う、あれ6万。あれ6万。あんたどんだけ払ってんねん、もう。どんだけ払ってんねんや。いや、6万は美人やったらしいよ。やめろやめろ。6万は美人やった、いう話を聞いた。そっち？違います。福袋なの。あー、ごめんなさい、すいません、スイスイ。そうですよ、あの、何がですか。6万は何なの。6万もまあお払いみたいなもんですよ。お払いすぎやな、もう。お払いです。大人の階段の登るか登らないか。あ、そっちのお払い。そういうことじゃないですよ。え、そんな下の方のお払い。下ってやねん。そんなわけないよ。なんかなわけないじゃないですか。落としたらしい。マジで違います。そんなことはないんですけども、うん、そうやな、それだ、それを思うと俺はすごいところにすごいお金を、よう分からんところにいっぱいお金使ってるよね。目に見えないものに俺はお金を使っているね。ああ、形残らないものっていうかさ。いや俺6万の方はまだ理解できるもんね。いや、どっちも理解できんわ。どっちも分からんわ。じゃあだ、もうそれぐらい俺はピンチだったってことだよ。ピンチってちょっと可愛いお姉ちゃんやだろ。え、何の話。え、何の話。6万。何の話。6万。何の話よ。違う、お払いのね。お払いのお払いのお姉ちゃん。お払いのお姉ちゃんとかないから、おばちゃんやけど、おばちゃんというか、あまさんね。そんだけピンチやったんですよ、うん、僕は。うん。命からがら。壺とか買ってない。いや、それは大丈夫。いやけどね、危ういよね。壺買いそうな雰囲気あるもん。まあね。まあねって。認めてるやん。なんでそれを買おうとするかが分かる。買ってないよ。俺、壺とか買わないですよ。全く。興味ないからさ。え、壺がええやったら買ってたりするっていう。うん、買うな。ええ買ってあるもんな。今しゃあないやん。だって、好きなええやったんやもん。なんなん、好きな絵やったんやもん。しゃあない。それお花やったん。絵はなんぼやった。絵はね、あ、6、30万じゃん。もう怖いわ、もう、なんかアホちゃうか。お金の使い方分かってへんやん、この人。もうちょっとなんかうちにもいい花瓶があるんだ。まあや、買うてもらい。じゃあだから、もううちはもう3万でいいっすよ、3万で。だから言ってるやん、絵は好きだ、絵だ。いや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 、そんなん全部貯金してたらそこそこって値段だったもんな。じゃあ身の丈を知れ。うん、ね、ローンで買ったんだ。ローンで身の丈を知れって完全なる説教ですけどね。ローンで買いましたから。ローンで買ったとしてもさ、だって朝から夜まで缶詰にされて、もうわーって 4,5 人に囲まれて言われたらもう買っちゃうよ。いや、どこに行ってんの、もう。まあその状況に落ちた時点でもうダメですよね。それは消費者センターに言わなあかんパターンですよね。そう、うん、
え、監禁、軟禁状態？違う違う、なんか展覧会があって、僕の好きな、あの、まあ、漫画のね、絵の展覧会やったんですよ。ラッセン前でしょ、だから。ラッセン的な感じよ。ラッセン的な感じでしょ。的な感じよ。ラッセンじゃない。パチモン？パチモンじゃない。ラッセンも別にパチモンじゃない。あれ、版画やから。うん。僕も版画なんですけど。うん、まあ、で好きな絵が、好きな人の好きな描いた絵があって、もうほんと嫌だわ、こんな。なんか、身を削るな、今日は。ほんと嫌だわ。ただ、まあ、それ見に行った時に、まあ、好きな絵があって、ああ、素敵やなと思ったんですけど、まあ、30万円から買うわけないじゃないですか、そんなもん。ほら、まあ、そこの展覧会の真ん中でセールスする人がやな、スタッフさんがわー寄ってきて、わー喋って、うん、で、まあ、1人増え、2人増え、3人、4人でこう囲まれて、うん、もうずっとこう、朝10時ぐらいに行ったら、もう夜6時とか7時まで、もう、コンコンと、まあ、説得をされたわけですよ。もうそんなお金ないでもだ、お金ないってもちろん言ってますけど、うん、お金なくても大丈夫、大丈夫、僕ら素払いで買ったらいいんやから、みたいなね、今なくても大丈夫、みたいな、5年ローンやん。全然大丈夫やからみたいなね、うん、これを買うことで仕事も頑張ろうと思えるやみたいなね、そういうなんかわけのわからんことを言われ続け、うん、で僕もほら若かったからその時いくつやと30あ若くはねまあでも30でさ30でその値段の家を買おうと思ってすごいよね。まあけど買わされたに近い。買わされました、完全に、うん、そうだね、買わされまして、まだ家にありますけどね。一銭の値打ちもないと思われたすごい、ね、クラスター上でしたっけ。そう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 、アニメのねポスターのね、え、それが30万？そう、原画なんでしょ。原画じゃない、版画、版画、版画、300枚だけ限定ってやつ。そうそうそう、でそのサインもその本人のサインが入って、書いた人のサインが入ってるみたいなね。そう、本人かどうかも。ちょっとそれいくらぐらいすると思う今。いやもうもう0円0円。あ、そう。もし人がいたら価値が出る。いやいや0円0円。そう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 。0円0円そう。2人欲しい人がおったら値段のこれもある。ああ、そう。2人欲しくない。いらん。絶対いらん。絶対いらん。今クラッシャー・ジョーって言いましたけど、どんな感じの人か知らない。だからガンダムの、うん、そうです、安井小吉さんっていう人がね。うん、え、あの人の、あの人の子。安井小吉さん。うん、それは知ってる。あ、安井小吉さんが初めてっていうか監督をして全部キャラデザインした、まあガンダムの次にあった長編映画のアニメの、そのポスター。その映画のポスター用の原画の版画の300枚か200枚限定のやつを買っちゃったんですよね。今買っちゃうかもしれない。いやもうね、もしかしたらね、いい、売ってみたいねん。いやいや、ヤフオク前見た見たい、ね、うん、いくらい、いや出てない出てない、そう、まあ、なんか出したらどうなるか分からへんよ。数量がほらそんだけねえ言うたら少ないんやと、もしかしたらあの人のファンはいるでしょ。いるいるいると思うけど、うん、まあだから、ね、あの悪くないと思いますよ、値打ち的にね。全然額もえらいちゃんとした額に入って、うん、まあ、30万はせんか、うん、まあでも15万でもいいわ、もう買ってほしいわ、そらそら買ってほしいよ。愛着全然ない、ゼロゼロ、そんなんクラシアゼロや、そんなもん。お、ジョーをゼロに言いたいか。言い換えてるのね。なんかあれじゃない、糖質オフみたいな感じじゃない。何言ってんだ、この人。去年、年末に 4K リマスターで劇場版が蘇ってたりするので、ちょっと来てる感じはします。あ、おぉ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 、やった。お宝、お宝、カンカンカン出す。正月元気場でやってましたね。え、やってた、やってた、元気場でやってた、そういえばやってた、やってた、やってた。あんた売り時やったに。ちょっと、いや、だけどさ、まあそうね、ヤフオク出してみようか。でもヤフオクぐらいしかないよね、そんな売るの。あと、あれちゃいます、マンだらけとかそういうところちゃいます。そうか、でも知ってる人ってだいぶ限定されるよね。若い人は知らんじゃん。でもね、若い人は知らんよね、うん、もうだってその映画自体がもう35年前、同世代ぐらいに。そうです、だから同世代はもう今金持っとるからさ。ほら、そうやな。
そう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 、そうでしょ、昔欲しかったものを買い漁ってる年やそうや、うん、だから今かもね。俺ちょっとすげえ金持ちになってどうしよう。ウキウキしてるウキウキしてる、どうしよう、すげえ金持ちになってどうしよう。ええー、ちゃう、もう足に穴2つも開いてんねやから、うん、それぐらいだって1個は閉じたわ、1個まだ開いとる、開いとんねやろ、まだ翻訳かもね、鑑定団出す、いやなんかね、大阪は今日はなんとか体育館に行きましたみたいなやつに出して、でもまだ残念言われたりするやつでしょ。希望がこうやって出すよね。でも安彦さんもまた死んでないしさ、もちろん。で死んだら価値が上がるの。あ、そっか、そうか。いやまあそれはまあ、まだ量産されへんですから、まあ そ, ね、そんなにね、うん、まあでも数量限定やからまあまあね。でもガンダムファンからしたら神様みたいな人でしょ。そうですそうです。でガンダムファンはずっといるもんね。そうですそうです。グラシアジョーも年々強いファンがいるのではなかろうか。どんな話なの、グラシアジョーって。えぇ、めんどくさい、知らん。で、あれ原作は安くなっちゃうわ、高千穂遥さん。あ、そうですそうです、ね、そのはずです、確かに。そういう小説を、はい、小説です。って詳しいやんか、全然知らんねんけど。何やだからこんなね、5人いる中でね、小声で喋ろう。もう僕以外に2人詳しい人がいるわけじゃないですか、うんうん、だから割と この年代では知ってる人多いってことですよね、きっと。あ、まあ作品としてはすごい有名な作品ですよ、ね、もちろん。そうですよ、まあ、俺漫画家の名前がクラッシャー・ジョーや思ってたもん。わおわお、クラッシャー・ジョーさんの絵を買ったんやと思って。わお、クラッシャー・ジョーって作品です。作品なんやね、うん。いや、いいですよ、やっぱ素敵ですよ、あの、いいんですけども。あ、ほんと。でも、でも、その自分たちの年代がもうおっさんになってるじゃないですか、はい、で、その若い頃に手に入れたかったものが、うん、お金がなくて手に入れなかった、はい、もう、微々たるもんですよ。だから、あの、CD どっち買うって悩んで、はいはいはい、あ、こっちはこうだけど、はい、こっち買われへんかったな、みたいなのあるじゃないですか。そういうのが最近解消できる年代になってるでしょ。でもわざわざ買わないでしょ、うん、はいはい、うん、はい、僕ちょっと今最近それをやってて。ええ、どういうこと、昔買えなかったもの。昔買えなかった、いやまあ今はあの音楽に関して、はい、アップルミュージックがあるから、はい、あっこであの昔聴いてた音とかを買ってる。いやもうタダでもらえるんです、あの月額で払ってってるから。ああ、そうそう、そういうのを今やってます。昔僕は何に夢中だったんだろうっていう。あれでもあれですよね、洋楽は結構ありますけど邦楽はあんまないですもんね。いやでもね、最近増えた。あ、増えましたか。へえ、そうそう。でもう今米米クラブを一からおさらいしてて、うわいいですね、米米クラブ。うん、僕もなんかリンドバーグとか買おうかな。そうそう、わリンドバーグ、いいと思う。中学の時めっちゃ好きやったんですよ。あのね、テンション上がる、ね、なんかすごい気恥ずかしいけど、はい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 、すっごい気恥ずかしいテンション上がる。わかるわかる、はい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 、夢中やった頃のやつのちょっと前とかね、なんか聞くといいですよ。いいですね、あれいいです。それは昔夢中や、何に夢中でした、音楽は。音楽はもういろいろあります。何ですか。アン・ルイスとか。オフォー、オフォー、ちょっと上ですよね。おまですよね。いや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 、まあまあまあ僕らはまあまあまあ、僕らはまあルイスは、まあアン・ルイスに、アン・ルイスとかボンジョビとかね、だいぶジャンル変わりましたね。ちょっと上ですよ。まあまあそうです、バンドブームだと思うね。まあ、ちょっと後に庄屋とか、アン・ルイスバンドブーム関係なくないですか。いや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 、あれのコピーバンド多かった。そうなんですよ。へー、そうですよね。そうそう、庄屋とか、その後にプリプリとか、ね、あ、プリプリ、はい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 、だいぶ後にボーイとかね。だいぶ後にボーイですよ。そうだ、ボーイの方がプリプリより先ですよ。全然先ですよ。あ、そうか、うん、ちょっと庄屋よりも先ですよ。庄屋の先は、だってボーイ解散したのは80年代の前半ですから、ね、80… あ、そうやったっけ。僕らの先輩たちがボーイをカバーしてましたね。僕らですし、だから、ね、僕が小学校の時にそうボーイが解散してるから、僕らが音楽とか聴いたようになった時にはもうなんかもうレジェンドの存在だったんですよ。わお、
だから僕ら の, あのちょっと上の先輩らがめっちゃ聞いてた。そうです、聞いてましたね。まあでも僕はね結構あの連れにめっちゃ好きなやつがおって、そいつんち行ったら常にボーイかかってたからボーイめっちゃ知ってますけどね。いやもうめちゃめちゃなんなんか何のあストーブの、そうだね、うん、それはもうボーイなんて、もうだってコンプレックスなんかもっと後やもんね。そう、後でしょ、後でコンプレックスはリアルタイムですね。あー、うん、だいぶ後やもんね。だいぶ後やからね、はい、コンプレックスはラフィンノーズとか。ああラフィンノーズはもう上だわ。はい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 、ファンクね。今だから今そういうのが簡単に聞けるようになってる。お前ね、そうか、その月額のやつ入ったら何でも聞け る, 聞けるし、いやあとそれやし、単純にそのスタヤとかがあったから、うんでね、コンビニレンタル、コンビニじゃない、スタヤとかでレンタル簡単にできるじゃないですか。そうです、できます、できます。そんなんで簡単に聞けるから。そうですね、確かに。下手したらそれこそ2000円ぐらい払ったら買えるわけですし。買えます、買えます。その当時の2000円と違うでしょ。はい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 、そうですね、今ちょっとそういうことやってますよ。MTV とかも今やってるね。もう簡単に携帯で聴けるから、歌詞はあれ で、ね、あのテレビの前にさ、こう、ああそう、ラジカセを入れたりしてましたね。やってたのね、はい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 、僕も初めからあのインしてするタイプでした。うわすごい。その後にあの、うん、線がテレビとあれが線がつながって喋、うんうん、れんねや、そう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 、黙ってみたいなね。そう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 、ありました。僕はそっちからでした。でそれで撮ったカセットは何やろ、レコードと全く同じ音源やって勝手に思ってました。そんなわけないやん。いやいやいや、でもそうでしたよね。そんなわけないけど、当時の僕らの耳にはそれぐらいで、ノーノイズやみたいなね。わかります、わかります、わかります。これ売れるぐらいの気持ちでいたら売れるわけないのにねそんなわけないのにね、はい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 、思ってたな。カセットもう知らんのじゃん、今の人。今でまだね、ちょっと A 面 B 面とか、あ、そうなの。そうなんですよ、だからラジカセとかも売ってるんですよ、うん、戻ってきたんや。戻ってきてるんですよ。そうです ね、 ね、カセットテープとか、あとまあアナログレコードとかね。そう、アナログアナログはもう定期的にやっぱり流行りますよ、うんうんうん、やっぱデジタルと質感が全然違うって言って。でもテープは見るやん。あれよ、え、あのカセットのさ、後ろのやつにさ、こう、あ、レタリング、やったやった、自分のベストを作ってさ、はいはいはい、作った作った、やったやった。でね、あの日本語の曲名も全部ローマ字にしてね。やった、無駄にローマ字にしてね。やりましたね。やったね。すごい綺麗にやってた記憶あるわ。やったやった。レタリングシートとか今も売ってないのかな。売ってないでしょ、もうあんなパソコンだって。もうこれでこれでもうやもんな。レとかがばっかり早くなくなったりするんだよね。そう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 。大変みたいな。そう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 。そうやね。こうこんぐらいのね。そう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 。売ってたのにね。レコード屋さんには売ってたのに、レタリングシートは。あったあった。あったあった。やってたね、レコード屋さんって言ってましたよね、昔は。売ってた、売ってた、売ってた、売ってました、売ってました。いや、言ってましたよ、レコード屋さんって。あ、言ってた、言ってたよ、もう今はもう言わないじゃん。まあ、だって CD なんて発売され始めたのはね、割と僕らがそれなりの年齢になってからじゃないですか、うん、10代半ばとか。まあ、だから89、8年、9年、9ぐらいだと思いますよ。ですよね、だって僕、小学校の時に、なんていうんですか、そういうの、ミュージックテープを買ってもらった記憶があるんですよ。あ、カセットテープで販売されてたじゃないですか、ね、全然 CD とかでもなってなかったんで。あった、なんか俺あのなけなしの金で、はい、長渕剛の乾杯が流行ったあで、長渕剛の乾杯のシングルのカセットか、うん、なんかいっぱい入ってる長渕剛ベストみたいなやつが同じ値段で売ってた。うそー、それはもう同じ値段だからベスト買うでしょ。買う、買って聞いたらなんかよくわからんおっさんが歌ってる。そうやね、昔のやつでしょ。もうすごいショック受けた記憶。ショックやわ今。なんか癖が強いカセットやった。なんか本人じゃないやつ、全然なんか微妙に。でも初めで、ね、わからないんですよ。
あ、これこれと思って聞いてるんですけど、だんだんなんか違和感が出る。こんな声やったか、長渕剛みたいな。あれあったよ、あったよ、あった昔。違うおっさんが歌ってるのあったよね。あれどういうシステム、著作権とかもどうなってんの、あれ払ってるんやろう。まあ販売されてるってことは払ってるんでしょうけどね。ドライブインとかあったよね。ある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 、ありました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 。あのよくカゴでこうなんかガサってこう、そうそう、いや俺も普通のレコード屋でこうと思ったもんな。ショックですね。うわ、それはショックや。もうね、それは半年ぐらい落ち込んでる。あの神様許してください、取り返させてくださいってほんとすぐ俺願った記憶がある。ええー、今違うおっさん立っとんなみたいな。なんであんなことが起こったの、ね、あ、だから、あるある、そういう職業の人もおったんやろ、ね、おったんでしょうな。偽物ばっかり作ったはる。もう今の YouTube の歌ってみたみたいなもんやからな、あんな。そうそう、他に、あ、そうね、そうですね、まあでも言うてもアーティストもよくなんかカバーアルバムとか出すじゃないですか。はい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 。まあこういう人と一緒にする解釈すればね、はい、すごい大きい。いやでも世の中にはこうなんかカバーでこうなんていうんですか、あの有名になるアーティストもたまにいるじゃないですか。あ、います。いやそれはいいけど、それとなんかそのようわからんおっさんが名前も出さずに歌ってるのはちょっとちゃうわ。名前も出さずに歌ってるのはちゃうわ。長渕剛ってなってるもん。なってるもん、なってる、なってる。そこはちゃんと押そうよって、自分の我がの名前を。それはあかんよ、それは押さへんようになってる。長渕剛カバー集とかやったらまだいい。ああ、もうそんなことはカバーっていう言葉もなかったと思う。ないです、ないです、ないです。もういやそうや、そんなあったね。ショックやった記憶ある。確かにそれはショックやった。 MD なんか一瞬やと思うね。 MD は本当一瞬でなくなりましたね、あれはね。カセットみたいにもうガンガン来んのかな思ったら、うんうん、まあ、今カセットの方が戻ってきてるからね。 MD は全く、うん、MD はなんか初めからさ、はい、ちょっとさ音が悪いみたいな。あ、そうなの。あるとマニアックなやつらの間で言ってましたよ。そうですね、まあでも僕らはあのまあまあ当時バリバリバンドマンやって、であのデモテープからデモ MD になった時は、はいはい、これは画期的やと思ってましたけどね。大きさもちょうどいいんだよね。そうですよ、フォーマットとしてはすごい良かったんだけど、はい、でもやっぱり音でしょうね。音ないや。でも音響さんはみんな MD でやってる、やってる、やってる、今もやってるの。もうやってないの。あ、今はもうやってないよね、うん。まあそんなん言うとやっぱ MP3 が一番音悪いですけどね。MP3 は音悪いですよ、あれは僕らから言わしたら。あ、MD より音悪い。全然音悪いですよ。MP3 ってだってやっぱデータをだいぶ端折ってるから。僕らから言わすとそのあれが分かれへんからね。あ、バンドマスターはやってるんですよ、ね、そうですね、バンドと、まあそうですね、はいはい、バンドね、まあはい、バンドをやってますから、ね、そうですね、はい。いやいやいや、いや懐かしい話やね。いやいいですね。そうだからね、昔夢中になった曲をね、今ちょっと真正面でちゃんと、はい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 、どうですか、聞くじゃなくて真正面で聞くっていうのはね、ちょっとね、どう、新鮮です。がっかりすることもある。いや、あのね、作品意図とかが今この年にちゃんと分かるというか。ああ、すごいやん。だから若い頃分かってなかったこといっぱい分かるから、これこういう歌やったんやって。歌詞とかでもなくちゃんと音的なものとか、ね、そうですね、まあ、確かになんかこれってファンクやりたかったんだとかね。そうそうそう、昔聞いたらやっぱなんかその歌以外のバックの音とかってやっぱね、そんなにやっぱ分かってないですもんね、はいはい、今聞いたら確かにゾッと分かるでしょうね。米米クラブ超ファンキーですよ。あ、それはもちろんですよ。米米クラブはまあ、ファンクって言ってはったけど、言ってはったの時から、ね、まあ、ファンクファンクって思ってたけど、もう学生の頃から分かってないやん。はいはい、それは、うん、じゃあファンクって何やねんって言われても知らんけどみたいな。うん、すごい超ファンク。確かに最近でもテレビでもようやってるもんね、昔の歌謡曲。はいはいはい、やってますね、やってますね、最近ね、うん、そうそう、あのレコード喫茶みたいなのがね、ナンバー新サーバーしかね、あるんですよ。レコードがもう、まあ、うん、壁に一面いろんなレコードが飾ってあるし、倉庫にもいっぱいあって、でリクエストして、まあ本がもうカラオケのあの本みたいな、もうぶっとぶっと本が何冊もあって、レコード
があるリストがあるんですよ、うん、で言うたらかけてくれるのよ。へえ、昔のレコード、まあ、昔で言うジャズ喫茶みたいな。あ、そう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 、ね、全部わかんねや、どこに何がある。もうそれはちゃんともう整理してやってあって、本も整理してアイウェイ順になっててみたいな。すごいんですよ。でめっちゃ面白くて、あの日ってで昔もうちょっと名前伏せますけど、一時僕がよく聴いてたバンドがあるんですよ。いや伏せんでいいや。この後言ったら多分伏せる意味が分かっていただけると思うんですけど、すごい、まあ、ヒットした曲があったわけ。曲多分知ってると思うんですけど、知ってると思うんですけど、はい、でそれをうわこれもあると思って、このアルバム実は欲しかったけどレコードからテープに入れてもそれもどっか行ってるし、もう今 CD なんか出てるかどうか分からへんみたいな感じあって、じゃあこれのこの一番有名な曲これ言うてかけてもらったんですよ、うん、そしたら歌が超下手やったんですよ。え、あ、なるほど。昔はいいと思って聞いたけど今改めて聞いたら、昔は、はい、超うまいと思って聴いてたの。あ、でうまいって触れ込みやったし、実際でまだその当時その人らも若かった新人ちゃんファーストアルバムとかやったんですけど、めちゃめちゃうまい歌唱力があって、で実際僕らも聴いててめっちゃうまいやみたいな、ですっごい感動してたんですけど、今聴いたらそれはもう揺れ揺れサーフィンなんですよ。揺れ揺れサーフィンなんだ。波乗りがもうすごいよ。ブレッブレーン、ブレッブレッ、へぇー、高音とかももうわわわわわわなっとるし、高音がまあ売りの人だったんですけど、その方は言わないですよ、それは。もう言ってええんちゃう。今はもう帰り道で言うわ。それ僕知らないままじゃないですか。そう、あ、そうね、ちょっと帰り道で言うわ。今も実はその人はやってはるんで。あ、まだやってはるの。歌ったはる。役者さん。え、ちょ、なんていうの、コンポーザー、作曲とか作詞をしてはる。なるほどなるほど。楽曲提供してて、多分ご自分では歌ってもうかバンドは解散してます。へ、ちょっとね、三ヶ倉さんが若いかも。まだ小学生やったかも。ああ、ほんなら僕とかもそうです。そうなんです、そうなんです。で、もうそのバンドがめっちゃ売れたのはほんと1枚やったから。あ、いわゆる一発屋。まあ一発屋でもないんですけど、まあでもそんな有名な曲が後々出てきてないので。都会に関係あります。都会あ、違うと思う。都会が違う、そっちじゃないんじゃない。あの人は別にその曲以外にもいっぱいあります。あれが代表曲なだけで。都会って何の人の大きな都会の人。譜面のマークによく出てくる曲とかあれですよね、あの水晶のことか。あの人そっちじゃなくて、あの人はいっぱいあるよね。いっぱいありますよね、別にヒット曲が。その人はね、都会の人はね。で、都会の人はうまいよ、やっぱ。多分知らないですけど。不明って何ですか。不明の人。不明、うちが自爆する子だね。いいよ、いいよ。え、だってほら、よく不明のマークで出てくるのを曲名にしてる人。あじゃなくて、はい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 、最も強くね。うん、強く、最も強くじゃなくて、あの人もめちゃめちゃあるし、めっちゃ長いやん、あの人らが売れてた時代は。ほんで、うまいって、あれ、あの人は。あの人テレビ出てくるとおもろいね。おもろい。最近出てないか。大友さんはもう一人。ほらーもう。いや、違う、今は大丈夫。あ、そうね。違う。もう、そんなメジャーじゃないです。もしかしたら知らんかもしれない。男性か女性かだけでも。バンドです、だから。バンド。男子バンド。男子バンド。男子バンド。で、高音が魅力なの。へぇー。高音が魅力、まあ、まあそうかな、高音、まあ高音だと化粧してんの。あ、化粧しとんな。してん、化粧しとんな。え、カッカは異常にうまいですよ。化粧カッカはうまいです。カッカは異常なんですよ。カッカは異常にうまいよ、カッカは。カッカなんて、だってそれはだって、あんだけ長く名曲なんですけど、っていうか僕去年、復活のライブ見に行きましたからね。いや、好きなんや。好きですよ。復活したの。あのね、あの人は5年ごとぐらいにアニバーサリーでやるんですよ。20周年とか25周年とか。ないや、ええと思うわ。ちゃんとええと思うわ、そういうの。いいよ、いいよね、あの人はいい。ちゃんとショービスに握手してるよね、あの人たちは。ちゃんと去年、名古屋まで見に行きましたから。好きなんや。大阪では見なかったの。
チケット取れなかった。すごい。やっぱファンが。だからそのアニバーサリーやから、その時しか活動しないから、もうほんまバッて売れるんですよ。そうなんや。気になるわ。まあほんま知らんかも。マジで。一曲だけしか売れてない。いや、何曲売れてますけど、まあでも有名なのはまあまあ一曲かな。ベスト10とかに出てた。あー微妙。出てた。そんなに微妙なんや。かもしれんな。出てるかなぐらいですね。へー。知らんかもしれん。あの、うまいと思ってた。2人は知らんかもな。まあでも名前ぐらいは聞いたことあるんじゃないですか。そうかも。バンドでベスト10で出ないって言ったら、そうやね、まあまあマニアックじゃないですか、うん、でもまあその時代はまあまあちょっと知ってる人いたかな。ただジャンル的にめちゃめちゃロックとかでもないので、うん、聞かない人は聞かない感じかも。ビジュアル系。いや、ビジュアル系とかはまだない時代でしょ。僕らが小学校の時っていうんやったら、まだビジュアル系っていう言葉自体多分存在してない。え、だってカルチャークラブとか塗ってたりしてたり洋楽やん。いやいや、うわ、デビッドボーイとかがおるやな。そうやん、ね、そうやん、キスなりなんなりね、キヨショウさんとか。そんな、そんななんていうのかな、そんな年いってない。その人らも若かったし、その人らより若い。そうです、そうですね、まあまあいいじゃないですか。もうモヤモヤするね。モヤモヤする。あ、ていうかもうそろそろ結構いいお時間。わあ、このモヤモヤで終わるの。モヤモヤ。なんのもう。ごめんね、モヤモヤしちゃって。なんだもう。まあでも確かに古い音楽とか。いやいや、もう怖い怖い怖い。怖い、関わりある。ね、あの、関わりないけど、俺よく行くライブハウスで、うん、何月何日誰誰来るみたいな。やってはる、やってはる、まだ今やってはるから。これも、ここも王様さん来はるしね。そうや、王様さん来はるしな。そうですね、うちのお店、王様ちょこちょこ。大津健二もこないだ。そうですね、大津健二さんはこの間、あのインタビューでうちを使っていただきました。あ、そう、はい、俺、王健に時々似てるって言われる。あ、ほんと。あと、千回だらね。千回だらね。あと、有名なアーティストさんで言ったら、あの人、ルナシーの杉蔵さんとか来ます。嘘、すごいよ。下で、あのジュノリアクターっていうあの人のユニットでライブやった時に、うちはうちでやっていただいて。へー、すごい。そうですね。あとはそうですね、一般的にみんな知ってるかな、ラウドネスとかね。え、めっちゃ知ってる。ラウドネス知ってるよ、はい、ラウドネス、そこにあのサイン書いてますけど、これです、これ。へぇ、高崎さんとか。そうです、そうです。それも下のユニバースでライブやったと、うちで打ち上げに。へぇ、すごい、すごいね。細野さんもでも来たよね。細野さんは下でライブはなんか定期的にやってはりますけど、1年に1回ぐらいユニバースで。へぇ、一度見に行きました。あ、ほんと、すごいね。そうそうそう、あの人けどお酒飲まへんらしいからね。ほんと、そうですか。そうですか。いや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 、いいですね。今日久しぶりに、なんか全然違う話だったでね。そのレコード喫茶、一回行ってみてくださいよ。とっても面白いですよ。あ、気になるね。誰と行ったんですか。ええ、さあ、もうそろそろお時間ですよ。そんなおかしなこと聞いたよ。誰と言ったんやろ。ぶちぃー、ごって怖い、ごって怖い先輩の顔見たわ、今久しぶりに。今、震えが止まらんかった。そんな質問来ると思わなかったんですもの。びっくりした。いやいや、ごめんなさい。じゃあ、すみません。お先失礼します。はい。わざわざしたまんま帰らなきゃ。あの、シュロさん、シュロさんって誰。シュロさんって誰よ、もう。じゃあちょっと行こうぜ、教えるわ。 あ、じゃあ2軒目、ちょっと教えて。はい、どうもありがとうございました。ごちそうさま。はい。